僕の中で間違いなく大きな一日っていうのが今日なんですよ。コロナウイルスのワクチンの接種を受けてきますと、死ぬほど注射が嫌いです。結構真剣に。どんな感じなんですかね、注射って。ワクチン自体に恐怖とかはないです。単純に注射が嫌いっていう話なんですけど、世の中には、まあ、あるいはこの動画を見てくれてる方の中には注射が嫌いな人って絶対いると思うんですよ。僕のように注射を受けるのが嫌だなみたいな思ってる方に少しでも勇気を与えたいなと思ってこの動画を撮らせていただきました。正直かなり怖いですね。まあ、どうしても注射に対しての恐怖心が拭えないということで、まあ、今回は社会人野球選手の注射前ルーティーンということで楽しんでいただければなと思います。いろいろ調べ物をしてました。で、まあ、注射が嫌いな人のための、まあブログ記事みたいな、まあ、記事みたいなのがあって、まあ、簡単に調べさせてもらったところ、まあ、注射を受ける前に、まあ、少しでもちょっと痛みを和らげるための方法というのが載ってたので、今日ちょっとそれを実践をしていこうかなと思います。まず一つ目が、注射打つところを冷やすっていうところで、これ僕今から1時間半ぐらいかけて会場まで車で移動しなきゃいけないので、これちょっとと難しいかなと思うんですけど、左のここに多分打つので、この辺を保冷剤かなんかで冷やせばいいのかな。冷やそう。で、保冷剤があるんで、これをちょっと持ってって打つ前にこう冷やして感覚麻痺させて打つと。なんでわざわざ嫌いな注射を受けるのかっていうところなので、まずその辺をですね、頭の中でしっかり思考の方を整理をしました。もう最強ですよね、このメモ書き。実際に8枚なんですけど、ちょっとねメモ書きをしてですね、あの思考を整理して、まあ頭の中では、まあ、注射を受けるメリット、なぜ注射を受けるのか、受けなかったらどうなるのかっていうところをですね、で受けた後はどういう状態になってるのかっていうところをしっかり整理をしてですね、頭の中はとりあえずスッキリしてます。はい。で、まあ、実際いろいろちょっとネットで調べたんですけど、ぶっちゃけこれぐらい、あのやっぱないですね、そんなに。気休め程度なんですけど、ちょっと僕の中で今回最終奥義が一つだけあって、金曜日にちょっと結構きつめの負荷を大きめのトレーニングをしたんですよ。でその時にちょっとふくらはぎをですね、結構強めにトレーニングしたんですけど、ここなんですけど、未だに強烈な筋肉痛残ってるんですよ。こう注射を受ける時こうするじゃないですか、受けながらこの右手でここをギューッとやって、でこの痛みでごまかしながら注射を受けるみたいな、こういう作戦、これが一番強いかもしれないですね。はい。最後はやっぱ体で力まないことですね。やっぱしっかり深呼吸、まあ、僕もヨガとかでかなり深呼吸とか呼吸をかなり大事にしてるので、最終的には針を受け入れると、針を拒まない、だから力まない、まあ、呼吸でしっかりリラックスをしつつ、ここだけ力を入れて、もうこんな感じでこう押さえつつ出して、で押さえられて、でこんな感じ、はいもう終わりましたよみたいな、はい、こんな感じでですね、今回ちょっと行こうかなと思います。いや本当に恐怖心はかなりあるんですけど、ちょっと心の中がかなりすっきりしてますので、覚悟を決めて予防接種の方行っていきたいと思います。以上っす、行ってきます。いやーマジ怖いですね、もう会場の目の前にいます。いやほんまに怖い。4回上がっていただいて、はい、右手に。はい、もう病院の匂いだよ、1回目ということで大丈夫ですね。はい、注射って痛いですか？注射痛いですか？めっちゃ苦手なんです。すぐ終わりますか？あ、すぐ終わります。痛くないとは言いません。危ない。
はい、なんでしょう、インフルエンザとか、はい、どういうのもいつもあります。あ、うん、インフルエンザ受けたことないです。1回目の接種でカリを見ないでください。マスクが変わってると終わってますから。あ、泣かないでくださいね。これ、こんばんは。こんばんは。さあ、何ですか。はい、特に病気もないですね。大丈夫でございます、ね、注射めっちゃ苦手です。あ、本当。はい。ほとんど打ったことないです。本当ですか。はい、まあでもそんなに痛くないです。本当ですか。あの、もしね、ワクチン打って気分が悪いとかあったら、はい、近くのスタッフに声かけてください、ね。はい、ありがとうございます。順番に打っていきます。はい、ありがとうございます。こんばんは。お名前は、サナダイタです。サナダイタルさん、はい、体調悪いとかないですか。体調は大丈夫です。緊張してます。はい、あの、リラックスしてもらってすごいありますのでね。めっちゃ怖いんですよ。緊張するとね、あの、やっぱ、はい、それによって、はい、あのね、体調悪くなっちゃうので、はい、リラックスしてもらって、はい、左でいいです。今日左でお願いします。あ、ちょっと。腕は楽にしてもらっていいですか。はい、はい、アルコール面大丈夫ですか。アルコール大丈夫です。ちょっと最初だけチクッと痛いですけど、ね、はい、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、はい、あ、おぉ、はい、はい、はい、お疲れ様でした。今から21時9時半、はい、分ですね、はい、までは待機時間になりますので、はい、こちらをお持ちいただいて、はい、あの、隣のね、椅子でね、待っていただいて、はい、なんか体調悪いとか教えてくださいね、はい、あ、21時3分ですね。これ15分後の時間なので、体めっちゃ震えるんですけど大丈夫ですか。というわけで今ワクチン1回目接種受けてきました。ここにこうっすね。あ、まあ、ちょっとやっぱ痛かったですね。個人的にはやっぱ注射嫌いは克服できていなかったということで、しかもこれまた2回目あるんでしょう。受ける前からちょっと震えてましたからね。あの、一応やり取り録音してるんで、またそちらも聞いていただきたいなと思うんですけど、あの、注射してくれたお姉さんはめっちゃ綺麗でしたね。めっちゃ綺麗なお姉さんが注射してくれたんで、それで、まあ、なんとかちょっと頑張れたかなっていう、かっこつけれたかなっていう感じですね。はあ、よかった、よく頑張ったということで、一旦ちょっと安心して家に帰りたいと思います。よし、おはようございます。昨日ワクチン1回目を接種してきて、あの、一日明けて朝になったんですけど、今湿布を貼ってます。結構痛いですね。こうちょっと上げるともうかなり痛みというか、違和感を感じるような筋肉痛みたいな感じで、はい、ちょっと腕上げるのしんどいかなっていう感じですね。やっぱり一番は、あの、周りの方に迷惑をかけたくないので、まあ、それに比べて僕が怖がってるのって、そのワクチン云々とかじゃなくて、もう注射の針とか、普通に考えたらくだらないようなところにビビってるっていうものでもあるので、それだけ注射嫌いな僕でもワクチン乗り越えることができましたということで、世の中の注射嫌いの皆さんに勇気が与えられるような、そんな動画になればいいなと思います。というわけで今回は、砂田の注射ルーティーンだったんですけど、ひたすら砂田が注射にビビっていましたっていう動画なんですけど、まあ今日はこんな感じで終わります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。